行くぜ。正面突破。全力で行け。なになに？大したことないね。だから死ぬ。それ。これはあまり使いたくないですわね。だけあがきなさい。行くわよ。これはあまり使いたくないですよね。なになに？全部まとめて俺に任せろ。よし。勝負をつける気がする。したことない。だから死ぬのよ。それだけ。行くぜ。正面突破。なになに？全力で行け。遅い。これはあまり使いたくないですね。
力でいけ。よし、時が来たな。気づかないうちに。ごめんなさいね。はい。行くぜ。
ける時が来たな。全力で行け。はい。あれ、気づかないうちに。ごめんなさいね。ご命令を。これが私の信じる心です。よし、ことないね。だから死ぬの。それ行くわよ。気づかないうちに。ごめんなさいね。なになに？何？どうだ？
よ。よし。したことないね。だから死ぬのよ。それ。なになに？私強いんだから。はいよ。行くぜ。はいよ。まとめて俺に任せろ。はい。これはあまり使いたくないですよね。あがきなさい。なになに？行くぜ。勝負をつける時が来たな。行くわよ。はい。これはあまり使いたくないですよ。全力で行け。エラスタがずっと名前を挙げていた財閥長ってあなたのことなんですか？何よ、そんなに驚くこと？確かにまだまだ若いけど、結構前に商談を継承したのよ。自分の力で財閥長になったの。すみませんでした。でも年齢的には確かに妹ぐらいだね。この人たち礼儀がなってないわ。エラスタ、彼らを叩き出しなさい。落ち着いてください、シス様。何よもう。では今から連邦の状況を説明します。イバス連邦には3つの傭兵団があり、国の主要軍として機能していました。マーキボイの象徴の手傭兵団はカーマンス城で全滅。エントレリー、いやガイエルか、奴は暗闇の魔性だった。そのエントレリーの傭兵団は前任の財閥長から引き継いだものだ。前任の不自然な死とも関係があるだろう。今となっては同盟にはエラスタの翡翠の門エルフ兵団とホワイト家の私兵しか残っていない。北方の魔族は私たちが倒したからすぐには攻めてこないと思うけど、中部の帝国軍も翡翠の門を突破できていない。ここで一息つけるといいかな。
報告！何者かが拠点の門を開けました。魔族が大量に侵入しています。なんだと？あれ、今気づいたけど、グニルは？まさか。頭が痛い。グニル、どうしたんだ？彼が拠点の門を開けたのか。何者かに操られているようだな。近づくな。俺は自分の意志で動けない。どうしよう。魔族を撃退するぞ。そしてグニルを助けるんだ。時が来たな。行くよ。頭の中に何かがいるんだ。体が勝手に。何？
ご命令を。いくよ。小手先の技なんですけどね。行け！行くぜ！の群れは片付けた。グニル、大丈夫か？グニル、気を失っちゃった？